感想はさっぱりしました。すっきりです。はい、何かこう気が楽になったというか。はい、でこれがもう組み立てられると、あとはもう頭の中はもう来年になってるんですか。来年のことは常にあります、作りながらも。あ、そうなんですか。でも今はもう、はい、来年に向けてもそうですけども、もう休みたいですゆっくりしたい。徹夜というのもかなり徹夜作業はないですけども、はい、ただ気張ってずっと来てるので、はい、何ヶ月も。祭りの前に一回リセットしてですね、祭りを楽しん で、はい、で今年の反省点を見つけて来年にこうつなげていければなと思ってますね。その辺の苦しさというのはなかなか一般の分からないですけども、はい、今こうやって上がっても、はい、反省点はあるんです。それが悔しいです、はい、直せないっていうのが。はい、直すときも範囲がもう大きいので、でもこれまた動くと、はい、またガラッと変わるので、静で見てるのと動で見てるので、もう感じが全然違ってくる。なので私の考えでは、はい、よく今この止まってるねぶたをですね、見ていろいろ公表してくれる方いるんですけども、まあ、よしあし含めて、でも動かないとわからないというのが私のねぶたに関する思いですね。はい、動いてやっぱり生きるので、はい、確かに観客の皆さんの方に、拍手を起きて、でこう笛吹いてぐっと回ってくれるところがあるんです。そうですね、あれが醍醐味、私はそう思って、あれがやっぱりねぶたが、魂が入って生きてる証拠ですので、動いてなんぼです、この状態では、まあ、いろいろ細かいところ見れますけども、ねぶたはまず運行して遠くからこう練り歩いてきて、生きてくるようにこう動いてくれるのがねぶたなので。左陣の色ですね。そうですね、その通りです。はい、はい、そう、はい、前下げ、足気をつけて、足それで離せば、後ろ下がる。下がねば、ちょっと前離して、手離して、手離して、おー、こっちは下がる、いいぐらいだな。バランス取ってましたね。はい、あれってどういうのが一番いい、バランス。ねぶた本体を乗せた時に、はい、手離して水平取れる位置というのが、今回題材が前の方重いんで、後ろに重心乗ってたら、まあ、ちょうどいいかな。そうですね、大変の時は必ずそれやるんで。はい、そうですね。はい、いえいえはい、モデル人を一回毎週も、はい、山田にかけてください。まず1分はい、前を上げるよ、せーの、ゆっくりゆっくり、よいしょ、はいよ、後ろ上げて、はい、ゆっくり、はい、水平まで入るで、長さ何人か入って、よし、一回腰まで持つよ、腰まで、せーの、いや、まだ動かない動かない動かない、ストップ腰まで、はい、ストップ、事故なく無事にダイヤね。そうですね、スムーズに、はい、アクシデントもなく、はい、
やっぱり一番それもね、気になりますよね、安全第一で、はい、イメージとぴったりですね。まだわかんないですそうですか、まだ正面向かないと、まだ上向いた状態なので、はい、正面になるのを今待ってるんですけども。あ、なるほど、はい、正面の時にまた教えてください。はい、すいません